神崎遺跡は、神奈川県綾瀬市にある、2世紀頃の弥生時代後期と推定される遺跡である。2011年2月7日、国の史跡に指定された。神崎遺跡神崎遺跡は、神奈川県中央部に位置する綾瀬市の南西端となる、東側に相模川の支流である目くじり川、西側に目くじり川の小四国に挟まれた、南北に長い大地の先端部にあり、 相模屋大地の辺縁部に位置している。神崎遺跡がある大地上の標高は、海抜約24メートルで、目くじり川が流れる、中石地の標高は約13メートルであるため、中石地と大地との標高差は約11メートルである。現在の神崎遺跡は、遺跡の範囲内に数軒の住宅と道路があるたは、二十歳となっている。 遺跡が確認された1989年により、史跡指定が行われた2011年まで、遺跡内で開発行為がほとんど行われることがなく、良好な保存状態が保たれている。神崎遺跡の前景。綾瀬市神崎遺跡資料館2階の遺跡展望バルコニーから撮影。綾瀬市では、1987年度より、死死の編纂事業を本格化させた。 綾瀬市史を編纂する中で別編高校を観光することが決まり、編集作業を進めていくうちに大きな問題として浮上したのが、弥生時代についての記述であった。それは、この当時、綾瀬市を含む相模川東岸地域で知られていた弥生時代の遺跡は数少なく、綾瀬市内では数箇所から弥生時が採集されていたに過ぎなかった。 綾瀬市内の弥生時代の状況がほとんどわからないままでは死死を返産する中で死傷となると判断され、1987年度に実施していた綾瀬市内の遺跡分布調査を参考にしながら死死を返産するための資料収集を目的とした弥生時代の遺跡発掘が計画されるに至った。1989年5月に調査広報地数箇所で、 現地調査を行った結果、綾瀬市南生端の吉岡あ座神崎のナンバー78遺跡が発掘調査地に決定した。ナンバー78遺跡が選ばれた理由としては、1987年度に行われた遺跡分布調査の結果、弥生時代後期の土器が採集されたことと、目くじり川流域の第一先端部という立地が周辺で確認されていた弥生時代の遺跡の 立地条件から見て一番遺跡が存在する可能性が高いと判断されたことによる。発掘調査は1989年7月から12月まで行われ、その結果として静岡県西部から愛知県東部が起源と考えられる多くの土器や観光集落が検出され、当初の予想をはるかに超える大きな成果を上げた。その後、 1993年と1994年には、観光の南側外部にあたる場所で、住宅の建設に伴う緊急調査が実施されたが、遺構や遺没は検出されなかった。1999年には、観光の南部と東部で、排水管改良工事に伴う調査が実施され、土器が検出された。2008年、綾瀬氏は、神崎遺跡を国の史跡に指定するよう、 国と神奈川県に協議を申し入れた。その中で1989年の調査で十分に調査が行われなかった官合の南部と官合の北側外部について改めて調査を行うこととなった。2009年3月、官合の南部にトレンチ調査が実施され、弥生時代の住居士と土器が検出された。続けて2009年度には官合の北側外部で トレンチ調査が実施されたが、土器がわずかに検出されたのみで、移行は検出されなかった。なお、神崎遺跡はこれまでのところ全体の1から2割程度しか発掘が行われていない。神崎遺跡は数軒の住宅以外は二十歳となっていて、遺跡全体の依存状況は良好と考えられる。今後の発掘技術や分析技術の進歩を見据え、神崎遺跡は、 現況のままの保存が図られている。神崎遺跡のある大地から目くじり川中石地を望む。神崎遺跡は、目くじり川西岸の相模や大地辺縁部にあり、南北103メートル、東西65メートルの大円形の観号に囲まれた集落跡である。神崎遺跡は2世紀頃の弥生時代後期の遺跡と考えられており、当時日本各地に観号に囲まれた、 観光集落があったが、神崎遺跡は小型の観光集落であった。1989年と2009年の発掘調査により、観光内には10から15基程度の住居が存在していたものと考えられている。観光の外側からはこれまで目立った遺物等は検出されておらず、神崎遺跡。また、神崎遺跡がある大地は、な,などの落葉葉樹とに、 弥生時代頃の比較的寒冷かつ、タウの気候下で、モミ族が多い植生であったと考えられている。1、神崎遺跡では、南北103メートル、東西65メートル、総延長270メートルと推定される、楕円型をした環号が検出された。環号内の面積は、約5000平方メートルであり、環号内からは住居死が検出されている。なお、 神崎遺跡の場合、1989年の調査時に、観光街へ伸ばしたトレンチから、新たな観合が検出されなかったことから、観合は一重であったと考えられている。観合の西側、南側、北側は、大地上に掘られているが、北東隅から東側にかけて大地から、目くじり川沿いの中積地へ下る、斜面中腹に掘られるようになり、東側から南東側にかけて、 大地上に戻り、南東部から南東隅にかけては、大地の辺縁部に掘られている。看合は、平均車度60度の休憩斜の V 字上をしているが、一部には、底がやや丸みを帯びた場所もある。また北東隅から東側にかけては、斜面中腹に掘りが掘られたため、掘りの内側となる西側と外側になる東側とで、著しい高低差が見られるなど、 場所によって多少の違いは見られるが、堀の深さ、幅とも約1.8メートルである。観号の北東隅からは、東側の目くじり川中石地へ下る観号の分岐が確認された。これは、堀の排水内市集落から目くじり川方面へ向かう通路として利用されたとの仮説が提唱されている。また、観号の南西部からは、観号底面に、 長径192センチ、短径70センチ、深さ146センチの隅が、丸い長方形の土壌が検出された。この土壌の役割ははっきりとしないが、観光街から集落への入り口など観光に付随する施設であると考えられる。そして弥生時代の観光集落でよく見られるドルや柵はこれまでのところ検出されていない。これまで検出されている。 神崎遺跡の住居紙はすべて看号から7から10メートル離れて建てられており、これは神崎遺跡全体が計画性をもって建設されたことを示唆している。また看号を覆う堆積物はすべて自然堆積によるものと考えられ、人工的に埋め戻された形跡は見られない。そして看号内から検出された土器は看号を埋めた土層の下部から集中的に検出されており、 カワラケステバや住居士から検出された土器と接合するものもある。これらのことから集落と看合の廃絶が同時であったと考えられ、後日の検出された土器の形式が基本的に同時代の同一様式内に止まっていることなどと共に神崎遺跡は比較的短期間で廃絶した集落であったことを示すものと考えられる。看合は当時の社会的緊張を反映して、 集落の周囲に掘られるようになったと考えられており、神崎遺跡も大地から目くじり川中石地への休憩者地となる、東北隅から東側にかけても観光がしっかりと掘られていることから、緊張した環境下に置かれていたとも考えられるが、検出された出土品の内容や土類、柵が確認されていないことなどから、必ずしも神崎遺跡が近隣集落などとの強い緊張関係の中に、 あったとは考えられていない。なお、観光集落の外側には、方形集公募がある場合が多いが、神崎遺跡では1993年と1994年には、観光の南側、2009年度には、観光の北側外部で、トレンチ調査が実施されたが、これまでのところ方形集公募は見つかっていない。観光内部の北側から、1989年の、 発掘時に6機の住居士が検出された。続いて2009年3月の調査時に、南側から3機の住居士が検出され、神崎遺跡からはこれまでのところ9機の住居士が検出されている。9機の住居士とも重複は見られず、楕円型に近い3号住居士と形状がはっきりしない6号、7号、9号、住居士を除いた5機の住居士が、墨園方形内視長方形をしている。 なおに、4、5号住居は建て替えが行われた可能性があり、特に4号住居は2度にわたって建て替えが行われた結果、当初楕円型に近かった住居が隅円方形に作り替えられたと考えられている。神崎遺跡の住居詞では、4本の柱が長方形に配され、入り口と反対側の柱同士を結んだ中間点付近に色が設けられていた。なお、 弥生時代後期、関東地方南部では、ロは長方形に配された柱の短軸側にある形式が一般的であるが、神崎遺跡の場合6基中4基が、ロが長軸側に設けられている。同様の住居詞は、神崎遺跡近隣では、海老名市の本郷遺跡や藤沢市の西部211遺跡など、少数例しか知られておらず、全体の形が、 住園方形内視長方形の住居が多数を占めていることとともに、同時期の静岡県西部から愛知県東部でよく見られる住居市に告示している。また2009年3月の調査時、3期のピットが検出された。調査範囲が狭かったこともあり、検出されたピットが何であるか明らかになっていないが、掘った手柱建物市の可能性が指摘されている。 これまで確認された9期の住居詞に全く重複が見られないこと、そして住居詞から検出された時に形式の変化等、年代の幅を示す要素が見られないことから、住居詞はほぼ同一時期のもので、神崎遺跡が集落として存続した期間も短期間であったものと考えられる。1989年の発掘時、看護内の西側から検出された1号住居詞と、 冠号に挟まれた南北約二十メートル、東西約五メートルの区域から土器が大量に検出された。河原ケステバで検出された土器は、一九八十九年の発掘時に検出された土器の約三割に達し、そのいずれもが破砕された状態であった。また、土器以外には鉄釜が一本検出されたのみであった。河原ケステバで検出された土器は。 近接する一号住居士から検出された土器との接合関係が顕著に認められ、また官号や他の住居士から検出された土器との接合関係も認められた。これらの点から住居士の土器と河原ケ捨て場の土器は同時期内し極めて近い時期に登記されたものと考えられる。このことは集落の廃絶時と河原ケ捨て場に土器が登記された時期は、 同時期内し極めて近接した時期であったことを示唆している。神崎遺跡で発掘された東海地方系の土器。右が壺、左が亀。神崎遺跡から検出された土器は亀、壺、高槻パチであった。亀、壺、高槻がそれぞれ全体の約3分の1を占め、蜂の湿度はわずかであった。神崎遺跡の発掘結果で、 最も注目すべき点は、検出された土器の95%以上が、静岡県西部から愛知県東部の形式をした外来系の土器であったことである。神崎遺跡から検出された土器は、主に愛知県東部の豊川流域にあたる地域で見られる、山中様式三川型と呼ばれる土器が、最も多く、続いて天竜川より、西側の山中様式西東と海型の土器が多く、 見られる。検出された土器の形態は、ほとんどが東海地方のものであったが、土器の土は分析した結果、愛知県東部や静岡県西部のものではなく、神崎遺跡近郊の土である可能性が高いとされた。また、現実問題として、約1800年前の弥生時代の後期、集落で使用するほとんどの全ての土器を、わざわざ約200キロ離れた静岡県西部内し 愛知県東部から運んだことは考えにくく、神崎遺跡に居住した人々が約200キロ離れた静岡県西部内し愛知県東部付近からやってきて、神崎遺跡で愛知県東部や静岡県西部の形態の土器を作ったものと見られている。しかし、神崎遺跡から検出された土器は、豊川流域を中心とした愛知県東部の形態のものが最も多いものの、明らかに 天竜外星の静岡県の形態の土器も見られ、それ以外の地域の形態を持つ土器もわずかであるが、見られるとの説も唱えられている。つまり、神崎遺跡へ移住してきた人々の故郷は、静岡県と愛知県の県境付近であった可能性とともに、一箇所ではなく例えば、愛知県東部と静岡県西部の住民の混成であった可能性が指摘されており、弥生時代後期に、 東海地方から神崎遺跡など関東方面へ住民の移動が行われたことは事実としてもその移住のあり方は単純なものではなかったと考えられる。また神崎遺跡からは5%以下という低い割合であるが関東地方南部の在地系の土器も検出されている。中でも注目される在地系の土器は 看護の南側外部から検出された、弥生時代中期後半の土器であり、これは、弥生時代後期に、東海地方から、神崎遺跡を作った人々が移住する以前から人の活動が行われていたことを意味しており、全くの未開の地ではなく、すでに人の活動が見られた地に、東海地方から移住してきたことを示唆している。またその他の在地系の土器は、神崎遺跡から検出された、 在来系の山中洋式三河型や西東と海型の土器と態度が明らかに異なっており、神崎遺跡以外から持ち込まれた可能性が高いと考えられる。つまり、東海地方からの移住民である神崎遺跡の住民たちは、決して在来の住民たちとの関係を持たずに孤立していたわけではないと見られている。神崎遺跡の土器以外の出土品としては、2号、住居士から同族、 休憩土製品、河原ケステバから鉄釜が検出されている。弥生時代後期の関東地方南部の遺跡からは、同族の湿度例は少ないが、東海地方からは、数多くの湿度が見られる。また、休憩土製品は、虚具の重りである、可能性があり、関東地方南部では、検出例が見られないが、愛知県豊川市の弥生時代の遺跡から、 同形態の休憩土製品が検出されており、同族と休憩土製品は土器、住居士の形態とともに、神崎遺跡が東海地方からの移民によって成立したことを示している。神崎遺跡付近の目くじり川。神崎遺跡を作った人々は、東海地方から相模川から目くじり川を遡ってやってきた可能性が指摘されている。 神奈川県の相模川流域や下水川流域では、神崎遺跡以外の弥生時代後期の遺跡からも、静岡県や愛知県で出土した土器と同様の形態を持つ河原家が数多く発掘されている。例えば、神崎遺跡の約1キロ南西にある本郷遺跡からは主に天竜川遺跡の静岡県様式の土器が多く検出されており、 藤沢市北西部から寒川町付近にかけては、神崎遺跡と同様に、豊川流域を中心とした愛知県東部様式の土器が検出されている遺跡が見られる。一方、平塚市の王子の大遺跡など、下水川流域の平塚市や秦野市の、弥生時代後期の遺跡からは、天竜川伊藤の菊川式土器と呼ばれる土器や、さらに東の静岡市周辺の土器が多く、確認されている。 神崎遺跡など天竜川遺跡の静岡県西部から愛知県東部の形態を持つ河原家が多く、発掘されている相模川流域から天竜川伊東の静岡県の、つまり神崎遺跡など相模川流域へは天竜川遺跡の静岡県西部ないし、愛知県東部から下水川流域には天竜川伊東の静岡県方面から人が移住してきたものと見られている。 なお、河川流域から東海地方から移住した人々が住んだ遺跡が見つかっていることから、東海地方からの移住手段は船であったとの仮説も唱えられている。2世紀に東海地方から現在の神奈川県へ人の流入が見られた原因の一つとしては、当時の神奈川県は遺跡の状況などから人口が比較的少なく逆に人口が多かった。 現在の静岡県や愛知県から人が流入した可能性があるとされている。また2世紀頃の弥生時代後期には、現在の神奈川県ばかりではなく、東京湾の西岸地域や、現在の山梨県の甲府盆地などへも、東海地方から人の移動が行われた可能性が指摘されている。22世紀後半には、和国大乱が起こったとされ、 和国大乱の中で山大国の卑弥呼が登場したことを考えると、当時の日本は国家形成への溶乱期とも言える状況下にあったと考えられ、そのような状況下で人の地域移住も盛んになっていた可能性が指摘されている。神崎遺跡は2世紀頃、現在の静岡県西部から愛知県東部付近から移住してきた人々によって作られた遺跡と考えられている。当時、 神奈川県内の相模川流域や下水川流域では、神崎遺跡と同じように、静岡県や愛知県方面からやってきた人々によって作られた集落があったが、神崎遺跡から検出された土器の実に95%以上が、豊川周辺の愛知県内市天竜川遺跡の静岡県で発掘される土器と同じ形式であり、これまで確認されている関東地方にある弥生時代の遺跡の中で、 これほど高い確率で、東海地方系の土器が検出された遺跡は他に例がない。また住居の形態、土器以外に検出された同族と、休憩土製品からも、神崎遺跡の住民は、東海地方からの移住民であったことを示している。また住居の状況などから、神崎遺跡は短期間で放棄されたとみられ、東海地方から移住して、 集落を形成した当時の状況がそのまま残されたと考えられる。このような点から、神崎遺跡は、弥生時代の後期に、東海地方から現在の神奈川県などへ、人々が移住してきた事実を証明する格好の遺跡である。神崎遺跡が作られた2世紀は、国家成立の前段階であった時期であり、人の地域移住も盛んになりつつあったものと考えられる。 このような時代背景をよく示している、神崎遺跡は、全国的に見ても貴重な遺跡と言える。また、神崎遺跡はこれまで、全体の約1から2割程度しか発掘が行われて、おらず、遺跡直下の目くじり川流域からは、神崎遺跡があった当時、稲作が行われていた証拠が見つかっておらず、看合集落に付随することが多い包茎集公墓も、見つかっていないと、 まだ明らかとなっていない点も多い。遺跡全体の依存状況は良好であり、今後の発掘技術や分析技術の進歩を見ながら、改めて調査を行えば新たな貴重な事実が明らかとなる可能性も高い。国家形成への溶卵期である2世紀日本国内で地域間の人の移住が行われていた事実を明確に示し、また依存状況も良好である。神崎遺跡は、 2002年に出土品が神奈川県指定重要文化財に指定され、2011年2月7日、国の史跡に指定された。国の史跡である神崎遺跡と共に、綾瀬市の歴史、文化を学ぶ場所として、綾瀬市神崎遺跡資料館が2016年5月1日に開館した。資料館は鉄筋コンクリート2階建てであり、1階部分は、 綾瀬市の歴史についての展示。2階は、神崎遺跡から出土した土器、集落を復元した模型の展示。神崎遺跡を囲む看護の模型など、神崎遺跡についての展示がなされている。また2階遺跡展望バルコニーからは、遺跡の前景を望むことができる。ありがとうございます。